上も上がってますね。思います。はい、キャシュラ上げた後ですね、いろいろお願いしたいと思います。よろしくお願いします。ぐらいのあのうなぎが取れました。これはあのハゼの仲間でチワラスゴという魚です。あ、いいですか。いいですけど、なんとなく。はい。いらっしゃるのがここの社長の大和さん。いいでしょ、うなぎが。養生中ですね。養生中のほぼございます。で、養生中、あの今まで出会ってますし、すごい皆さん、あの川に入られても体が立ちではなかったと思います。すごく斜めに面してて、うわ気持ち悪いって思ったけど、なんか最後の方は慣れてもう、また触りたいなって思うぐらい心に残った感触でした。実際にあの見て、ちゃんと自分の言葉で表した方がいいんじゃないいかなって勉強になりました。はい、ありがとうございます。川でこんなにのびのびと遊んでるって機会があまりないし、まさに生き物がいるなんてすごいなと思ってから、いい体験をさせてもらったと思います。今回はですね、ちょうどあの雨が降って増水してました。あの濁ってましたよね。で増水してます。そうすると、いろんなこう生物がですね出てくる。でうなぎって何を食べてるの？いろんなものを食べてます。バッタも食べるし、それからリスも食べるし、もうとにかくこの川の中にいるものを食べるから。B の蔵に入った 51.6 センチの実は今年の6月1日に1回目のモニタリングで取れたナビです。でその時は 50.1 センチ、体重が 166g でした。でそれがですね、8月2日2ヶ月後に 151.6 センチ。ウナギは海で卵を産みますので海水で産みます。ウナギには鱗があります。はい、名前はですね、さっきも言ったレプトセファルスって言います。で、その意味はですね、小さな頭。これはなかなか見ることができません。
少ないながらも、そう、着々と進んでいるというのが非常に心強く思いました。